クラフト&ゲームアトリエ造形の王様。さて、それでは今回はパワフルプロ野球栄冠ナインクロスロード、やっと入れました。入れたのか、この後また戻されるのかわからないんですけども、実装からなかなかログインできない状態が続いて、ログインしたらこういう画面に入るみたいです。名前登録して、でチュートリアルを飛ばしたら、新入生が来てますよということで、特待生スカウトの画面に、繋がってきます。ちゃんとゲームの中にあるんですね。10連スカウトやってみたいと思います。マネージャーがいいのかな。こういう感じで、お、ちょっとまだ仕様が分かってないですね。チームメイト、こんないっぱいおんの？あ、SR、あ、PSR 確定じゃないのか、初回。全然見て、あ、すごいなぁ。もうこの画面を何度も見てます。今のガチャ、おそらくなかったことに。あれ、どうかな？名前はね、もう10回ぐらい入れましたよ。さあ、タイトルにも返ってきました。この繰り返しかな。あ、パワーダイヤのままなのか、これ。ひょっとして。サクセススペシャルでありましたよね。パワプロアプリもそうなのかな。あ、ちょっと単位がでも違うか。サクセススペシャルはめちゃくちゃ高かったですよね。特待生スカウト不具合ということで、オープニングムービーが乱れてます。スクロールが行えない。特定の青得が、いや、そんな問題じゃなかったんですよ。もう何時間ぐらいかな、信じられないぐらいやってるので、ちょっと驚き。さっきの画面ね、ガチャ画面から急に映像飛んでると思うんですけど、それからまたログインできなくて、久々にログインできたのが現在となっております。データ登録を行っておくと連携した、ちょっと今はいいかな。このアプリに対して不信感を持っています。うち、まあそんな攻略動画とかじゃなくて、ただ栄冠ナインがめちゃくちゃ好きで配信したいなと思ってるんですけど、これ栄冠ナインクロスロードが出たから、次のパワープロから栄冠ナイン消えたりとかしたらどうしよう。ちょっと今回9位があるんでしょ。9位を入れてほしいな、できたら。そしたらそっち買うわ。頑張ってくださいね。気になってんのはそこだけなんですね。9位の機能を見てみたいなと思って。ちょっと受け取りとか、こんなとこから撮影して申し訳ないんですけども、ダラダラとやらせてもらえたらなって、なぜならちょっとどうなるかわからないので、特待生スカウト1日1回無料。ちなみにパワフルサッカーの方は、PSR、え？無償？無料スカウト？ん？一回スカウト無料って書いてて、無料なのこれ。パワフルサッカーの方は PSR 毎日配ってますね。もう、不思議な状態。もう今ちょっとわかんないですけど、数週間前は毎日配ってて。さあ、ちょっとこの辺は、はい、ありがとうございます。サクセス、ああね、そういうことね。また、画像が飛ぶ、ああ、もう、押せないのね。ここで押せないのね。そうか。ちょっとですね、今ちょっと撮影時間が夜の7時なんですけども、前夜と言いますか、本日、24時かから、待機してたんですけども、
なかなか撮影できないという状態がずっと続いて、で、公式の方で午前中はメンテナンス入るんで午後からですみたいなことだったんですけど、午後からも特に入れないということで、初日は仕方ないよって寛大な人は多分うちのチャンネルには合わないと思うんですけど、まあそうですねやっぱり嫌よね。まあ楽しみに待ってたのもあるし、予告も早かったですからね。ツイッターアカウントフォローして、どうかなと思ってたところだったので、いやー2時3時じゃないとやっぱりやらせてもらえないんですかね。なかなか、まあ、このまま例えば本日だけで言うなら今からの方がユーザー増えるはずなんです。なのでまあ、ログインはちょっと厳しいのかなって、サーバーをおそらく広げるみたいなことだと思うんですよ。わからんなりにね。でも、広げきれなかったんでしょうね。ケチったのかな動かないので、人が殺到しているのももちろんだと思うし、もともとシステム自体も不安定だったのかなとは思うんですけど、できたら、そうね、このまま、もういっそ、やめてもらって、で、次回のパワープロが発売された時に、栄冠ナイン機能をちゃんと充実させてほしいな、というところかな。楽しみにしてたんですけどね。一応これも PS4 とかでもできるようになるらしいんですけど、できたら、そうね、これは、まあ、サクセススペシャルとかなりよく似たガチャとか引く限りでは感じなので、あれは、まあ、やり出したら止まらないですけど、できるなら、栄冠ナインというアプリの中、アプリじゃないな、そのゲームの中で完結してほしい、面白そうな新機能もいっぱいあるので、できたらそうですね。というところでしょうか。きついね。楽しみにしてただけにやっぱちょっと残念かな。配信だけで言うと、かなり制限がもともとあって、でこの実装からしか配信しないでくださいとか、特定の配信者しかダメですというようなことがあったので、事前に動画投稿できている人たちっていうのは、まあ、一部ね気にせず上げてる方もいるとは思うんですけど、基本はまあなかなか、厳しめの通達が出てたということで、まあ、そこに 2.8 万人の僕では入れなかったということなんですけど、まあちょっと残念かな。栄冠ナインめちゃくちゃ好きなんで、まあ、できたら、本編の栄冠ナインにあの、キウイの機能だけに、もうそれだけちょっと予告から気になってて、面白そうじゃないですか。まあ、重い球が、ね、価値が薄れてしまうかもしれないけど、でも、その、投手の見どころの一つとして、今までやったら育てなかった、先週でもこいつは球威があるから育てたいなとかっていうのが出てくるのは楽しみの一つなので、本当1個パワープロって新機能つくだけで嬉しい。基本何も新機能つかないんで、ちょっとそれを期待したいなと本編の方でねと思います。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。